毎日ポジティブ。はい、ポジティブ17位、スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ、今日ですね、皆さんにお伝えしたいお話なんですけども、今日はですね、アフターフォローの大切さについてですね、お話ししたいと思います。アフターフォローね、よくね、こう言われてるの、何かイベントをやります、皆さん来てくださいって言ってね、皆さんを集客して、でそれで満足してしまうっていう方ね、あ、こんだけ来てくれてありがとうで終わってしまう人がね、少しいるのかなと思うんですけども、すごく重要なのは来てくれて、そしてその会が終わった後にいかにそのことをですね、感謝の気持ちを伝えたり、その後ケアできるかというのが、下手したら呼ぶことよりもね、僕は重要なんじゃないかなと思うんですよ。よくね、ここの僕が YouTube でお話しするんですけども、何かの送別会があって、じゃあ送別会に参加しますと、でも参加する、それを集計をしているのは幹事の方で、幹事の人がそれを取りまとめて、そしてその会を滞りなく円滑に回しながら、最後ね、ありがとうございましたって皆さんを送って、でも本当にその後に参加した人たちが幹事の人にありがとうってメールを送ったり、感謝の気持ちを伝えているのかっていうと、ほとんどの人がね、これ伝えていないんですよ。幹事の人ね、頑張って送別会のその人が喜んでもらうために頑張って動いてくれた、誰よりも動いてくれた、誰よりも自分の時間を使ってくれたのに、参加者はただ行くだけ、それ楽しんで終わりではなくて、この幹事の人にやっぱ感謝しないといけないと思うんですね。そういうアフターケアというのはすごく僕大切だと思うんですよ。今回のね、このポジティブタカの7周年、本当に多くの方来てくれて、で、いろんな飲食店の方にですね、支援していただいて、7周年がですね、大成功に終えられたんですけども、僕はですね、とりあえず、その7周年が終わった後ですね、次の日にみんなに連絡をしました。本当にありがとうございましたと、あなたに来ていただいて本当に嬉しかったし、これからもこういう気持ちで頑張りますみたいなのを送ったんですよ。で、まあ、それ以外にもいろいろですね、こう助けていただいた飲食店の人たちに、もう昨日も今日もなんですけど、お昼にですね、そこのお店に行って、で差し入れ持って行ってですね、ありがとうございましたという言葉を伝える、このアフターケアというのは ものすごく大切ですし、何をやるにもですね、僕は来てもらったり手伝ってもらったりしてくれた人に対して、その感謝というのをですね、伝えていかないと、きっとね、もうその1回で終わってしまうし、なんだよ手伝っても、なんかあいつ全然感謝してないし、自分が喜んで終わりかよって思われてしまうと思うんですよ。だからですね、アフターケア、ちゃんと来てくれた 人たちにね、本当にありがとうということをね、伝える、本当にその気持ちをずっと心に刻み続ける、これが僕はすごく大切なのかなと思いました。はい、まだまだね、もう感謝を返してない人たちいっぱいいるんで、もうここ1週間はずっとですね、そのお礼参りにですね、こう行こうかなと思ってるんですが、怖いお礼参りじゃないですかね、本当にお礼を込めて回るというお礼参りをしていきたいと思います。これをね、見ている皆さんもね、この何かをしてもらった時のアフターフォローありがとうと伝えるとか、感じの人に感謝をするとか、そういうことをね、やったらきっといい円滑なですね、素晴らしいコミュニケーションを取れるんじゃないかなと思ったので、今日はこんな話をさせていただきました。以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。